奇跡のマグロでマグロパーティー。今日はね、ゲストにレアソーでおなじみのカモキンと誰ですか？ちんたまです。ちんたまです。ちんたまです。ということでどうもお邪魔します。お邪魔します。今日はね、とあることしたくて2人を呼びました。本当はコタも呼びたかったんですけど、ちょっとコタ、でね、そう、用事があって、今日は感謝の気持ちを伝えたいなって思って。あら、告白。いやいや、勘違いすんな。うぬぼれてる。うぬぼれるの。調子乗ってる。日頃の、ね、感謝をねぎらうために最高なマグロでおもてなししたいと思っております。あんまおのちにマグロのイメージないけどね。ないんでマグロもてなしてくれんの。ないんですよね。私もびっくりなんですけれども、ぜひおのちさんとうちのマグロ、奇跡のマグロを紹介してくださいっていうご連絡をいただいて、その名前はまさに奇跡のマグロっていう名前なんですよ。マジ？おのち直々にこれを紹介してってこと？そうなんです。いや、私も、まあ、そのお話をいただいて、その奇跡のマグロさん調べました。しっかり、めちゃくちゃすごい。1000匹に1匹しか取れないレベルの、本当に目利きの名人の方が選んだマグロのみを扱ってるお店。マジで？本当にお寿司屋さんとかおろすレベルなんじゃないですか？いや、マジで芸能人とか普通に御用達のマグロなんで。なんで俺の家に来たんだろうね。なんでですか？ありがとうございます。なんで俺の家に来たんだろう。ということで、もうそこにあるのでちょっと見に行きませんか？いいですか？見たい。行きましょう。気になる。行きましょう。実際神奈川県にある三崎漁港の場所があるんですけど、これをこうお取り寄せできるので、はい、EC サイトとかでも買えるので、こんな感じで届きます。じゃあいただきます。こら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 、待ってください、待ってください。あ、まだ今トモキンが持ってくれたやつはこれ月見。月見、ま、中置きみたいなことかな。あ、そんな感じだね。なんかネギトロ丼とかでよく使うような、そう、これが解凍して、これご飯に乗せてね、カーっていきたいですよね。これが2袋ありますと。そしてこちらに赤身が2つあります。これ赤身2つ、赤身2つ、ちょっと開けてみましょう。こっちと、うわうわー、うまそう。え、しかもこんなさ、ブロックでくんの。綺麗な赤身です。綺麗な赤身ですよ、これ。これが2つ、中トロも 100g。 じゃあこれ私開けますよ。うわ、中トロ見て、うわすごい、こんなの見たことない。そう、高級お寿司屋さんとかにあるやつだよね。え、デカすぎ。で、なんと今回こちらに大トロもございます。うわ出た。うわすごい、えぐいよ。めっちゃ綺麗。美味しそう。やばやば。これが大トロです。1000匹に1匹。これお寿司にしたら何貫できる。いや、そうだよ。これ10貫以上できるよね。うん、ありがとう、おなっち。なんでちょっとね、盛り付けて食べていきましょう。いっちゃいましょう。いきましょう。さあ、いきましょう。すごいよこれ。ありがとうございます。見てください、これ赤身、中トロ、大トロ。やばー。え、説明すると、これが中トロさんです。ここ、ここ中トロゾーン、はい、これがネギトロゾーン、ネギトロゾーン、で、これが赤身さん、我々から見て手前が中トロ、中トロ、そして奥が大トロ。やばい、光っておるよ。ちょっとまず赤身いただこうかな。いいですか、最初に。うわ、赤身も綺麗な赤身ですね。めっちゃ綺麗、綺麗な赤ですね。いただきます。うまい。美味しい。染みてる。美味しいわ。ガチのリアクションだ。めちゃくちゃうまい。臭みとかマジでないわ。ごめんなさい、回転寿司とか、まあ、行くじゃないですか、うん、もちろん美味しい回転寿司屋さん、はいはい、マジで高級なお寿司屋さんだわ。マジかよ、はい、令和層でそれ食えんのかい。ちょっと食べてほしい、食べてほしい。まず赤身から。もちろん食べてください。いただきまーす。うん、赤身の味の濃さがすごい感じる。そう、マグロの濃さがすごいのよ、これ。臭みないって言ったの分かるわ、ね、私回転寿司の赤身苦手だけど、これめっちゃ美味しい、うん、苦手だったら分かる。そもそも臭みを感じるじゃん、うん、なんか結構、うん、だからあれだけど、これめっちゃ美味しいわ。いや、だから本当にこんな味する魚、マグロ、俺初めてかも。味する、え、濃厚ってさ、言ったことなくない、うん、刺身食べて。確かに、特に赤身だとなくない。ね、めっちゃうまいわ、やばい。これ次、
これですか？これいきますか？ね、これなんちょっと見ていい？月見だ、月見。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 ちゃんと、あー、こんないっぱい取れちゃった。いやー、もういっぱい取れちゃう。幸せ。いっぱい取れちゃう。幸せ。いっぱい取れちゃいました。いただきますね。幸せすぎる。はいはいはい。あ、あ、女の子みたいな。やめて、筋肉女の子やめてよ。めちゃくちゃうまい、これ食べてほしい。マジ？やばい、これうまい。食べたことない。じゃあ食べよう食べよう。食べよう。いただきます。うわ。うわ。食べたことない。ね。うんま。うんま。トロだからトロだ。え、えぐ。全然違う赤身とまた。これは美味しすぎる。ガチ。ご飯と食べたい。食べたい。ご飯食べたい最高で。ご飯炊けてます。ちょっとその前に中トロ大トロがいるんで。一回一回食べる。中トロ行きましょうよ中トロ。やば。赤身とさ、脂のところ。こそう。いただきます。いただきます。マジで噛んでないかも俺。うまい。油の味が美味しい。やばっ。マジで甘いんだけど。え、いやこれ奇跡のマグロだわマジで。ちょっとどれも美味しいな。幸せだな今日の撮影、ね。じゃあちょっと最後大トロいっちゃう？大トロいっちゃおうぜ一緒に。いっちゃっていいの？うん。ありがとうございますね。大トロです。いただきまーす。うますぎる。味全然違うね。やばいやばいやばい、違うわ。初めて食べたかも。めちゃくちゃくどくないっていう、うん、こんな美味しいトロあります？油の味マジ美味しい、うん、レアソで食べた中で一番くどくないんじゃない？確かに確かに。ナンバーワンマジで。それは私のこちゃんですいません。うまいよ。ありがとうございます。ちょっとここで簡単な説明させていただいていいですか？あら、このマグロの特徴というか、はい、こちらのマグロなんですけれども、はい、神奈川県の三崎漁港から、いただいております。こちらが奇跡のマグロという名前。名前がね、奇跡のマグロっていうのがあるんですよ。これ何かというと、まあ、さっき言ってるその1000匹のうちの1匹、群れの中の、まあ、リーダー。マグロって群れで泳いでて、その先頭のマグロ、はいはいはい、を厳選して目利きして、それのマグロのみなのでこんだけ美味しいという。その先頭を率いる筋肉はやっぱり上質で、水分量は少なく熟成されたような濃厚な味わいが広がりました。だから濃厚なんだということ。なるほどね。だただ太ってるだけじゃないってことだよね。そうです。太ったマグロってわけじゃなくて、ちゃんと先頭でこう生き延びるためにこう、サバイバルを生きてきたやつってことだ。そういうこと。そんぐらいもう本当にもう厳選された、もう筋肉質なマグロ。真紅のダイヤとも呼ばれるほど美しい色って言われてる。経営者とか業界をリードするリーダーたちに似ているみたいな。あー、なるほどね。結構その縁起物じゃないけど、験担ぎで食べる人とかもいらっしゃる。いや確かに、その群れの社長ってことだもんね。確かに社長食ってるみたいなもんじゃない。だからその上行ってるわけですから俺ら、私たち社長の味した。社長の味したらおかしいから。、うん、これ高級な旅館とかで、芸能人の方も御用達のものなんで、マジで間違いない。なるほど。そっか、じゃあその辺じゃ食べれないってことですよ。正直食べれないものなんですけれども、 EC サイトで買えます。あら、しかもなんと今回通販番組みたいな。なんと通販番組やん。おのっちのクーポンが出てます。すごいな、おのっち。あなたクーポンになるまでなの。私クーポン出せます。今概要欄にあるクーポンもこちらでテロップでも出すんですけど、このクーポン売ってもらえれば全商品が 10% オフで買える。あれ、おすごい、クーポンになったんだ。一応2024年の11月末まで有効になるので、ここからの秋とか、まあ、年末年始に向けて、11月末までなんで、お年末に向けても食べれますので、クリスマスパーティー、うわっ、いけると思います。ちょっと私たちも食べていきましょう。はい、よっしゃ、食べましょう。いただきます。いただきます。いただきます。どーたたたの前に、なんでなに、まだあるの？簡単には食べさせませんよ。箸置いて、箸置いて、箸置いて、箸置いて。やだ。レイヤー層とかのチャンネルだったら多分ね、みんなでなくて食べなきゃいけないと思うんですけど、はい、これ私のコキャンなんで、はい、ミニゲームで、うわ出た、勝った人しか食べれません。やだ、もうやだ、仲良く食べたい。わあ、こういうのが見たいよね、みんな。こういうのが見たいよね。やだ、送ってくれた人もみんな食べてほしいと思ってるよ、うん、あ、もう食べたんで。いやいやいや、もう食レポもしたんで。はい、で、なんなら私よりも多めにちょっと食べてるんで。確かに、はあれ、それはそれはちょっと一切れ。なんでちょっと一旦これね、鮮度落ちたんで冷蔵庫に。そんなに、そんなかかるの。いや、こうやって見え方的にさ、この前でこのちょっとゲームやってたら確かにって思ったんで、ちょっと一旦下げますね、最初は。
ドスコイゲームなんだっけ、ドスコイゲームこれおもろいじゃん好きだねなんだっけ例えばドスコイマーって言って3つ指が当たったらマグロドスコイ、あーそういうことか、そうすマグロって言って、で早く言った方の勝ちで、いや最後に残った人は食べれません。勝ち方が食べる。誰が食べれるの？食べます。でも誰から？これもじゃんけん。じゃんけんでいきましょう。それが大事だから。最初グッチンポイ。やあ！最後。じゃんけんじゃんけんポイ。うわ！これは。これねやっぱ有利なんですよ。最初考えられるから。確かに。いやこれ声出るぞ。声出るぞ。これ負けたくない。多くて6文字ってことですか？そう多くて6文字です。いきます。どすこいか。カザフスタン。どう？カザフスタン。はい。よっしゃー！マグロゲット？マグロゲット。トモキも入ってる指だけ。指だけ。あ、指だけ。うわ、うわ、最悪最悪。ドスコイタ。タボ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 。うわやったー、イエーイ、マグロゲットー、マグロゲット、こんなに悔しいことある？いや結構金とも早かった、ちょっとねガチすぎない？いやガチだよ、当たり前じゃん。ご飯はご飯、ご飯まだ？あ、ご飯あり、もしかして白米欲しいの？白米欲しいし、俺の米で俺が炊いたんだ、米俺の米で俺炊いたんだ、自腹はありがとう俺の米だ福島のコシヒカリでございます。うわ最高、地元愛、うわー、勝ってよかった。お待たせしました、ありがとう小野先生。じゃあ俺キュートルいっちゃおう。私は月見がいい、バウンドさせちゃう。確かに、月見丼にして食べよう。これやばいよ。ありがとうございます、こんな美味しいものを。最高、いただきます。いただきます。待って、やばい最高、うわ、やっぱ、いや、これうまい。ごめんね、おまっち、ちょっと、もうどんどん食べてる、飯テロ動画だったから、やっぱ、やばい、えぐい。月見と、そういうこと、大トロ、わんぱくしてる。月見大トロコラボ、いただきます。おやすみ。おいおいおい、まだまだまだ本当に美味しい、本当に幸せ。いや、それ美味しいわ、出るわ、これめちゃくちゃ美味しいです、小野さん。わかるよ、これ食べてほしい、もう、うん、争いたくない。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、サプー、箸置いて、箸置いて、箸置いて。はい、次、次のゲームいきまーす。うますぎ、なんで俺食ってないのこうやって。うわいやだ、もう勝負で勝てばいいわけですから。マジこれ、ね、ほんとこれ仲悪くなるわ。続いて、タタラタタタ、あっち向いてほーい。何それ、これ、これ3人でできる、あっち向いてほいで、タタラタタタ、あっち向いてほいで、刺したい人に刺してください、はい、で、刺された人は勝負です。なるほど、で、回避できたら主導権その人。なるほど、で、どっちか好きな方に刺してください。これは勝った2人が食べれます。勝った2人、はい、なんかちょっと最初の主導権さ、決めよう。勝った2人、最初グッジャンキポン、はい、こうでしょ。ダンクだよ、最初グッジャンキポン、はい、こうでしょ。やっちゃう、チンともからね、はい、せーの、タタラタタタ、あっち向いてほい、タタラタタタ、あっち向いてほい、タタラタラタラ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 タ、あっち向いてほい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 、トモキンだけ食べれます。やったー最高ー、行く行って早く持ってきて、持ってきてー、タタラタタタ、持ってきて、タタラタタタ、持ってきて、タタラタタタ、持ってきて。お待たせしました、ありがとうございます。
完成イエーイ顔やば顔やばすごいよ顔ちょっと態度悪いなこれえこれ世界一接客態度の悪いのはい、ああ、雑だな雑だな食べましょう。じゃあ食べてください。いただきます。いただきます。いやもうおのっちいっぱい食べてほしい。ちょっと赤身3連単めっちゃいい。それ切れてなかったから4つ4枚4切れ。うわこの食べ方はえぐい。ちょっとちょんちょんちょんして、はい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 、いただきます。うまっ。幸せ。うまうまい。うまいよね。やっぱ買った後のマグロって美味しくない？いやうまい。美味しさ倍増。やばい。でもどんどん食べましょう。チントマこれがお気に入りなの。そう。でも私もさっきトモキンがやってたやつやってみよう。このダブルのやつ。腹立つわ。最高。うわあ。もう豪快にいっちゃって。いただきます。こっち見ないでいいよ。カメラ見なよ。マジの高級寿司屋じゃんね。あ、そうそう、時間かな。これ誰切ってくれたの、こんな分厚いの。大トロでこれ。これ多分2300円ぐらいするよ。やばいやばい。大トロじゃん。いや、やばいよその大トロ。うわ、脂すごい。うまっ。うん。あら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 。ドゥドゥンドゥレ。はい、ストップ。はいはい、やめてください。あーこれとちょっと切れてないんで、これ中トロさん、うん、うごっ。あ、見て、あうごっ。モンスターだ、モンスター。見たことないよ。うわ、これは贅沢だよ。あの次のゲームやるだったら片付けてもらおう。失礼しました。ごめんなさい。ありがとう。あー、そう、よくできたバイト。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。次のゲーム行きましょう。最終ゲーム、はい、インディアンポーカー。これ UNO のカードなんですけど、インディアンポーカーこれ見ないでおでこのところに1枚、はい、なんで自分のカード分かんない、分かんない。でみんなの様子を伺って、ね、一番小さい数字の人は負けです。はい。でジョーカーとかないんですけど、あの数字以外の UNO の特殊なカードが出たらそれもジョーカーとします。じゃあ結構入ってるってことじゃん。結構入ってます。10枚ぐらい入ってます。私からいきます。私はこれです。何ですか？今日こちらです。おお、いいじゃない？いや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 。じゃあ俺引くね。うん。俺引きますね。こちら。なるほどね。こちらです。なるほどね。え、意外とでもそのままでも勝てそう。俺買えるけど一緒に買えるって人いる？トモキン買えるなら俺も買おうかな。あ、そう。うん、え、チントも買えた方がいいんじゃない？チントもいいんじゃない？別に動画のこととか気にしなくても、別に買えなくていい。じゃあそのままで。じゃあ俺とおのち買えるね。せーの。え、これ見せて。いやー、よかった。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。ニートか雑魚じゃん。あぶねえ。じゃあ俺また引きます。はい。はい、強い？いや強いな。まあまあ一回カメラに見せてあげたらいいんじゃないかな。これどうだろう。オッケー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 。じゃあ俺行くね。絶対これ強くないよ。じゃあ僕はこちらです。おお。でもいいと思う、いいと思う、いいと思う。良くなった、良くなった。良くなった。なんで変えちゃうんだよ。良くなった、良くなった。私も変える権利ないよね。え、おり。あるある。変えてもいい。変えれば、変えれば。別に変えてもいいし。変える。え？え？変えます。変えるの？今もう。後悔しない？後悔しない？変えます。大丈夫ね？はい。こちらでーす。わっさー！くんと！なんでなんで！話変わってきた！話変わってきた！もうさっきまで勝ち確だったのに。そうなんだよ。俺2でも勝ったわ、2でも。ゼロはやばいって。そう。話変わってくる。なるほどね。え、でもただゼロよりは絶対上じゃん。いや、でもまあまあまあ、同じことはあるからね。同じことは。でもそのままの方がいいよ。待って、俺変えていい？で、俺も変えようかな。じゃあ、トモキンから先どうぞ。いや、一緒に変えよう。いや、じゃあ、俺も変えるから先行っていいよ。え、なんか、え、これ裏切らない？いや、絶対裏切らない。うん。俺変えない方がいいな、これ。あ、嘘。え、じゃあ俺先変えていい？いいよ。私はこちら。うわー！くそー！パンチ強いじゃん！パンチ強いよ。パンチ強いよ。強いよ、めちゃくちゃ強い。じゃあもう俺もう切りないからこれ最後にするわ。マジこれ最後。オッケー。本当にこれ最後です。これを引いたよ。はい。はい。はいはいはい。だるい、だるい。
これ。え、俺変えた方がいい？変えなくていい。変えなくていい。変えます。じゃあ俺もこれ変えて終わる。もう終わるわ。こちらでした。残念でしたー。疲れー。残念でしたー。変えちゃいましたね。どんな顔？いつのトモキンそれ？いや2連じゃんジョーカー。ぽい。まあ、またジョーカーなんじゃないこれ。チントもどうすんの？いや変えない私このまま行く。俺も変えないかな。みんな後悔した？後悔しない。いきます、せーの。うわああ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 あお前らすごい笑ってたな、お前ら。俺1位いた時、俺マジ小野駅には勝てると思ってこのまま行ったのに。ありがとうございます。え、これどうなんのこの場合。もう一回やる。あ、確かに。何が何が、向こう試合。いやいや、そんなことない、そんなことない。で、チントン引いた後にプラス2してあげる。え、どういうこと？うん、1引いたら3に。そうそうそう。9引いたら11。そういうルール。それでどう？判定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 ハンデハンデハンデ。じゃあ引いた数プラス2。そうそうそう、2です。オッケー。じゃあチントはハンデありね。私いきます、はい、プラス2ね、プラス2、はい、こちらです。おお強いんや。いいな。いやいや嘘だな。じゃあ私こちら。あー強いわ。おお、なるほど。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。乗ってる乗ってる。いいこれいくよ。これいや、これ絶対違うな。よっいやー、なんかさ、顔で笑いちゃう。どんな雰囲気で笑いちょっと俺やべえべ、多分。いや、チントンが強い、とにかく、うん、いやいやいや、それ嘘だ、それ嘘だ。強いから変えない方がいいと思うな。変える変える、絶対変える。じゃあもう、最初変えるなら、変えるならいいのね、いいのね。はい、変えます。バカだよねー。だから強いって言ってんじゃん、ね、いやいや、嘘だと思ったよ。君バカだよねー。嘘、絶対私ゼロだと思った。ちょろいなー。ちょろいちょろい。バカだよねー。ゼロだと思った。あーね、ちょろいちょろい。じゃあ変えてこちらにします。強っ。マジかよ。激弱だ。マジ強すぎない？どうせ激弱でしょ。マジ強い。どうせ激弱だから。今の笑いは激弱だ。じゃあちょっとちょっと怖いから私も変えます。丈夫ねー。よかったよかった。もうどんどんいいじゃん。スピード感が大事。これ引いちゃいまいたー。あ、これ強いな、これ強いな。俺じゃあ俺変えるわ。え、チントン変えない？変える変える変える。じゃあ一緒に変えよ。せーので変えよ。せーの。うわー、君たち二人してバカだよねー。うるさい。二人してバカだよねー。腹立つ腹立つ。君たちバカだよねー。チントンもなんか行き過ぎだろ。これうわうわ。どっち？俺強い？俺強い。チントも。チントも俺強い。俺の目を見て言って。トモキは強いよ。強い。トモキ強いよ。弱いな。トモキは強いよ。弱いで。弱いよ。やめろ。弱い弱い。弱い弱い。弱い変えたい。俺どうしようかな。どうした方がいいと思う？俺は嘘はつかないから変えた方がいいと思う。じゃあ俺変えます。はい、ドン。うわあ！変えてよかったー。絆ー。変えてよかった。絆だよねー。じゃあ私も変えた方がいい？変えない方がいい。え、絶対そうじゃん。変えまーす。これで最後に変えて。本当にいいの？いいのね。いいの。じゃあどうぞ。どうぞ。はい。さあ。振り出し。うっそー。さあ早いもん勝ちだよ。じゃあ俺行くわ。はい。Quand t'es venu dans la rue un coup。やばってやばい。これはやばいぞ。マジか。これ強いな、反応的に。これはいや変えた方がいい。ますいやもう分かりやすすぎ。これ俺ドローボーイ。これは本当にね、優しいから言うと変えた方がいい。いや変えた方がいい。これはもう変えません。変えません。いや小野木変えなくていいの、このカード見て。いや俺はこのカード見て変えなくていいの。変えません。じゃあ私こちら、うん、あートモキンはどうする？俺はまあまあ変えなくていいかな。君がちょっと弱すぎるから。だからもう言うと小野木さん、うん、チントモに負けてます今。ちょっと待って、俺じゃあこれほんと最後、男に二言はね、これ変えても、うん、せーの番でもうみんなと一緒に出してもいいぐらい。あ、本当に？いい、変える、俺は変える、うん、俺は変える。なーだよねー。なんでバカだよ。
オッケー、俺もうどこにでもない。もう長いね、これ、決めよう。これでいこう。はい、ちっともまあ、確かにプラ。これ、プラ2だから。プラ2。わかりやすく。せーの。強い。強い。7。ちょいにくよ。7。ちょいにくよ。これ、その時はせーの言ったんですか。はい。せーの。いやー安心しかなかったわ。ねえ、分かる。いや、私はこれ出て、あ、もう何でもいいやつだった。もう勝ち確、チンドマなんでもう絶対勝ち確だから。勝ち確、勝ち確。ゼロ出ても勝ちだから。そう、それが、俺強いね。そう、強いな、使えないとか。バカ。俺もう帰ろうって言ってたのに。俺強いね、それは強いな。俺ももう全然もう緊張感なく帰れたもん。ね、7、悔しくなかった、全然。早く持ってきて。よし。タタラタタタ持ってきて。タタラタタタ持ってきて。いただきまーす。ちょっとちんさん、大トロ2切れしかないから1個ずつ食べ、1個ずついこう、仲良く。やったー。うるさいよ。いただきまーす。やっぱカッターとかなんで、うん、うまっ、うまっ怖いな。マジでさ、おいしそうじゃん。食べればいいじゃん。たくさん食べればいいじゃん。食べればいいじゃん。奇跡のマグロさん、本当に美味しいので皆さん、マジで食べてください。概要欄にクーポンコードあるので、そちらから絶対お安く手に入れてください。おすすめです。本当に美味しかった。マジでごちそうさまでした。そして奇跡のマグロさん、本当にありがとうございます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございました。じゃあ、ちんともどうする、これ食べさせようか。頼む、お願いします。どう、ちんともさん、もうちょっと気持ちこもって込めて頼んでくれたらいいよ。いや、俺はいいなと思ったの。俺は、いや、ひどくない。おー、食べな、食べな。鬼だね。鬼だね、女王様ね。あんた3連勝してんだよ。そうですけど、うん、俺がいいならまだしも。あんた3連勝してんだからね。全部食べてる、うん、食べましょう。ほんとに、ね、かった。マジでありがとう、本当に。いや、本当にいただきます。ガンガン食べて。本当に美味しいからね。もうどんどん担いで、どんどん担いで、どんどん食べて。いいの、俺こんな食べて。負けてるからいいよ。負けたけど、優しいですね、このチャンネル。うまっ。じゃあもう、あと全部もらっていきます。おー、話が違う。